言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパーズです。レイちゃんの話ですね。レイ子ですけど、なんていうか、彼の明るさにすごく救われることというのが私自身すごい多いなと思ったりするんですよね。なんかだからダストの時とかからの流れになって、なんか私は思ったよりもレイ子が好きだったんだなっていうのをある時期に気づいたりなんかしていたんですけど、ザ・ゲームセンターのショート動画が上がっていますが、チームリーダーを決定するみたいなところの部分で BE:FIRST のレオくんが非常にテンションが高くてね、とてもやはりそういうのが好きなんだなっていうところもありつつで、レイちゃん面白すぎるだろうみたいな感じの流れがありまして、そういうのもあったわけで BMSG アーティストとても仲が良いなと改めて思ったりしたんですが、今回はですね、レイちゃんが活動1周年迎えまして、それで結構面白いことになっているんですよ。私はベスティなので、もろもろその BE:FIRST の楽曲とかのラジオリクエストとか、アメリカの方とかやったりしてるわけですね。まあ、動画見てくださってる方はベスティが多いとは思っています。で、結局その BE:FIRST の楽曲もそうだったし、ナンバーアイだったり嵐だったり、いろいろなところが本当にリクエストをしているラジオ局があって、そこにレイちゃんがリストインといいますかされていて、しかもまあタイトルにもしてあると思うのであれなんですけど、1位なんですよね、リクエスト数。ビビりました。でもこれは本当にレイちゃんとレイズの皆さんがすごいなと思った件なんですけど、それについてちょっと掘り下げていきたいなと思っています。で、あとは有線の方、日本の有線の方でも結構その10月といえばこれみたいな感じのリストがあって、その中に BE:FIRST のメッセージね、メッセージ、ブリスフルではなくメッセージですね、まあ秋の曲ということで、でマスカレードも入っています、マーゼルのっていうところもありつつだったりしますし、あとショーマイナーサーベージの楽曲も確か入っていたような感じのことがあったはずなんですが、まあ、とにかくそういう感じで入ってて、その中にショーマイナーサーベージオーシャンですね、でレイちゃんのバタフライ、こちらも入っていますということになりますが、はい、なかなか面白いと思いますっていうことですけど、でちょっとまあ掘り下げという形でアメリカのラジオというのがあるわけですが、BE:FIRST もね、こちらのラジオにはお世話になったこともありつつで、ここ最近はやはりソフトファンが増えてきた感じがありつつで、まったりムードになっているところはあります。それはそれで大事なところだと思っているんで、ただなんかね、これを見てみるとベスティとしてはまたちょっと気合を入れていくっていうのも良いなと思ったりするんですが、WPVR、ニューヨークシティプラチナムバイブスレイディオですね。こちらの、オクトーバー6なんで、10月の6日2024、こちら、モーストリクエステッドソングストップ25というところで、1位にレイコバタフライが入っています。これ最初見た時に結構ね、2度見3度見ぐらいしたけど、ちなみに2位がナンバーアイの稲妻、3位が北山宏光さんの、コミックで、北山宏光さんの Just Like That が4曲目に入っていたで、嵐、ザ・ランページ、トラビス・ジャパンなどなどと続いていきます。で、BTS の V さんのやつが13位に入っていたりとか、なんか非常に J-POP がここのリクエストのところは強いなと思ってますが、なお BE:FIRST のブリスフルが18位に入っています。で、 BMSG スカイのスワンズウォーが21位に入っていますね。はい、ということで、あと BE:FIRST スローガンが23位に入っていたりとか、それぞれで何かしらの動きを多分しているんでしょうね。はい、でその中でレイコバタフライ、多分レイズの皆さんがレイちゃんの活動1周年というところで、まあこちらの方に投票をいっぱいした結果だと思います。で、ツイッターの方がね、ありまして、こちらがその昨日上がっているので、そちらの方を、リンクを貼っておきますので、
参考にしていただければと思うんですが、ですね、グリーティングスプラチナムワールド Here is the WPVR みたいな感じで書いてあって、おめでとう Congratulations to fans of Reiko Number I Travis Japan 嵐ひろみつ北山みたいな感じで書いてあって、 Reiko の名前がね、あの一番上にあるんすよ。で、まあ、こちらのことについては、まあ、要するにちょっと動画で語ること自体があまりよろしくないんですが、ラジオリクエストというのもやはりやり方があって、そこの部分をレイズの方でしっかりやったんだと思います。あのなので、あのベスティの方でも今ラジオリクエストとか動いているところがありまして、多分この話を多分ベスティの皆さんにも知ってもらいたいなっていうところです。あのレイちゃんのファンダムレイズがむちゃくちゃ頑張って、それこそナンバーアイとか嵐とか BTS とか、あのすごい人たちも、あのそこのファンダムもリクエストしたところがあったんですけど、この10月6日に関してはレイズがレイちゃんを1位にさせました。これって本当に画期的でしてね、本来なんていうか BE:FIRST がやるべきところだったかなとか思ったりするところもありますが、まあそれはまたちょっと別の問題だし、やはり活動1周年というところの節目っていうのは大事なところでもあって、ただそれだけのね力を、だから BMSG アーティストが持っているっていうことを改めて認識できたっていうところですよね。 BMSG アーティストもそうだし、あむしろその BMSG アーティストがそうで、そこを支えるファンダムもっていうところだと思っています。で、間違いなくレイちゃん、レイコという存在は、私もラジオは毎週ね、彼のラジオ So Far So Good を聞かせてもらってますけど、あの本当に世界にBMSG が行くっていう時に絶対に必要な存在だし、まあなんといってもね、あのフィリピンのマニラでライブハウスでライブを行いましたが、実はね BE:FIRST ね、アメリカで 80s のオープニングアクトをさせてもらいましたが、実際のところね、あの BE:FIRST よりも前に海外でライブをしているっていうところは間違いがないわけでして、だからそこも含めて、しかもね、ちゃんとこの1周年に花を持たせてあげるっていうところの、レイちゃんが非常にね、あの優しい人だから、レイズのみんなも優しいんだなっていうところもありました。はい。でね、本当にあの先ほども言いましたが、やはりこれはベスティとしても、まあミューズも見てらっしゃるかもしれない。まあレイちゃんだからね、やっぱりラン君との関係性上、ミューズはレイちゃんのことを気にしてらっしゃる方もきっと多いでしょう。なので、あの BMSG のファンダム力持ってるよっていうところ、まあいろいろやり方っていうのはあるんですが、そこの部分は改めて意識していきたいと思っています。はい。その上で、あのいろいろ状況もどんどん変わっている中で、ガールズオーディションも始まっている中で、あのまあレイズの皆さんは本当にあのそのままレイちゃんの応援を続けてほしいし、ベスティもミューズも、まあ、フライヤーズもね、でコア君や翔太君のアウターも、翔太君のファンもエディ君のファンもね、トレーニーのファン、それから、まあ、ガールズグループもできると思うが、それのファンもできてくる。ルイ君たち の参加するオーディションもあるから、それの人たちもできてくると。で、まあその中でね、それぞれのやはりファンダムが結構意識高くやっていければ良いのかなっていうところを思ったわけです。まああのそれなりに興奮気味で語っているんですが、もちろんこれを強制的にやるっていうわけにはいきませんから、なんかこう新しく入ってきてくれた皆さんにも、あの皆さんにもというか、その皆さんにはこうゆったりと応援してもらいたいなと思ってるし、私たちもゆったりと応援する中でできるだけのことはやっていければって思うし、で例えばなんか何をやっても意味がないんじゃないかなんて思ったりすることも時々あったりはする人もいるかもしれないけど、現にこのレイちゃんがあの10月6日のラジオリクエストで1位を取った部分もあり、それから高い位ではあるけれど、ナンバーアイが Spotify の世界ランキングの4位に入ったりとかしているのもあるんですね。でその上にさらに高い位になるけど、バンドメイドっていう女の子のガールズバンド、女の子のガールズバンドっていうのは、ガールズバンドは女の子ですよね、それはね、あのアルバムが世界8位 iTunes 取ったりとか、そういうのをしています。なので、あのそこの部分とかをね、やはり大事にしていって、
まあ、ファンタムのやり方とかアーティストの種類とかにも寄ってくるけど、最適解をそれぞれ見つけてやっていければと思っています。はい、というわけでとにかくレイちゃん1位ということで、これをまあニュースにするっていうことのほどことではないのかもしれないけど、ファンダム、特に BMSG のアーティストのファンダム、ベスティはじめとして、やれば結果が出るというところがあるので、ここは本当に素晴らしいことだと思いました。はい、というわけでね、語らせていただきました。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、 ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。